大谷選手もね、寝るのすごい大切にしてるっていうぐらいですから、やっぱり人ってなんかこう、ね、寝て回復するっていうのをすごく感じるので、本当に疲れた時とかはもう絶対すぐ寝ます。箱から取り出すとこういった感じなんですよね。そうなんですよね。さあ広げまして、はい、このように圧縮した状態で皆さんの元には送られてくるんですが、はいはい、これ最初びっくりしますよね。あのちっちゃい箱、こう筒型の箱で来るので、これにどうやって入ってんのってちょっと思いますよね。お家に届いてすぐできますもんね。すぐできるし、なんかベッドマットってこんな風に運べる時代になったんだと思いますよね。あ、もうあっという間に。そのようにちょっと寝転んだり座ったり、はい、試していただけますでしょうか。これ靴はこのままでいいんですか。はい、今はそのままで。もうこの瞬間でわかります。ちょっとこうふわっと、はい、もうこの時点で気持ちいい。じゃあちょっと行きますね。はい、もうなんだろうこの状況。いやでも本当にこう座るとふわっと気持ちいいんですけど、寝っ転がるとちゃんと平らというか、なんか全体を支えてくれてる、どっかだけが沈むっていうことでもなく、はい、なんかこうちゃんとまっすぐ寝れてるなっていう感じはすごくします。あ、なんかすっごい支えてくれるけど、なんか硬いのかな。はい、実はこれ一般的な高反発マットレスのウレタン素材です。あ、真ん中はさっきよりもなんかこう分散されてる感じはしますね。はい、こちらは一般的な5つ星ホテルのマットレス、ということなんです。こんなんなんだ。泊まったことないからわかんないですけど、こんなんなんですね。優しく沈むんだけど、ちゃんと返してくれる感じ。こっちの方が優しくない。わかります。いや、でもあの手の感じで伝わってきますね。なんだろう、すごいですね。実はこれが出るの繊細な超高密度ポケットコイルということで、耐圧分散が非常に高いんですよね。あ、なんか手だけでこんなに違うんだって思うかも。はい、良い睡眠をとるために藤本さんが工夫していることは何でしょうか。はい、じゃあ太陽に当たる。ちょっと原始的ななんかちょっと回答になってますけど、やっぱりなんかこう日に当たるとやっぱ疲れるじゃないですか。私も夏休みは子供を太陽に当てて水につけるっていうのを努力してたぐらい、やっぱ太陽って本当に疲れるし、あ、なんか朝だなとかっていうこう一日をね始められるので、そう、やっぱ太陽に当たるっていうのはすごい大事だなと思います。いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは土井さんにはご講談いただきます。ありがとうございました。かわいいですね。はい、準備がございますので少々お待ちください。どうぞ前の方よろしければ。はい、ワンショットは1台ずつ少し長めにいただいてます。正直その絶対に店頭で売らないっていうのを最初聞いた時に、うん、店頭でも売ればいいのにと思ってた。確かにね、確かにね、そりゃそうですけど、売らないって言ってんだから売らないんですよ。ネットで買ってください。そうですね、デビュー当時は本当に寝る時間がなくって、常に気絶状態で寝てたし、本当に楽屋とかでちょっと時間が空いたら楽屋と言っていいかな、テーブルの上で寝たりとかしてました。はい、テーブルの上になんかこうベンチコートみたいなの敷いて、ちょっと寝かしてくださいって言って寝たりとかしてましたね。うんうん、ちょっと話変わるんですけれども、はい、今あの YouTube のアップフロントチャンネルで、はい、あの過去のミュージックビデオなんかが公開されていて、はい、藤本さんのミュージックビデオもあのすごい勢いで再生されてるんですけど、はい、反響とかってどういったりしますか。いやでもたくさんの方にあの今まで、ね、あの公式っていう意味では見れなかったので、すごい嬉しいっていう声はいますし、可愛かったねっていう声はいただきます。それを見てまた安眠するみたいな。いや、そうですね。あ、可愛かったなって言ってよく眠れます。何の話なんですか。ありがとうございます。では、は
はい、これをもちまして囲み取材は終了させていただきます、はい、藤本美貴さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様本日は大変お忙しい中